大分市の長浜小学校でも全校児童340人が出席して1学期の終業式が行われました。式では児童の代表が1学期の思い出などを発表しました。このあと教室では通知表が配られ、入学後初めて受け取った1年生はさまざまな表情を見せていました。いろいろ書いてあっていい感じだったです。海に行きたいです。県教委によりますと、2学期制を取っている津久見市と日出町を含む県内すべての公立の小中学校と義務教育学校で明日から夏休みが始まります。